登場影響対象2年12月16日は、日本の陸軍軍人、陸大一期主席。最終階級は、陸軍中将。第40代内閣総理大臣、東条秀樹は息子。1855年12月16日に、道の区の森岡藩氏、東条秀俊の着難として誕生。1873年4月、陸軍共同団不評化。 1877年、西南戦争に出征し、同年4月に陸軍不評勝位司法。1878年9月、陸軍不評勝位に任官。1885年12月、陸軍大学校を主席で卒業し、恩師の望遠鏡を排除。1886年5月、陸大教官。 1888年3月から1891年12月までドイツへ留学。井口翔吾、山口慶三と同時のドイツ留学であった。1891年9月16日、人陸軍不評調査、保陸軍大学校兵学教官。1894年から1897年3月まで、現役の陸軍不評調査のまま。 日本体育会体操練習所長を務めた。左官時代には、参謀本部第一局局員、陸大教官、参謀本部第4部長などを歴任。1901年5月、陸軍少将に進級すると同時に、不評第8両団長。1904年5月、日露戦争に出征。同年9月6日、内地に構想される。1905年1月、 ルスコノエ不評、第二旅団長。1906年1月、不評第三十旅団長。1907年11月7日、中条に名誉申級後、予備役に編入。心臓病を患い、1911年11月より、神奈川県小田原町の別荘で療養していたが、1913年12月に、容態が急変し、 同月十六日に死去した。当時家は農学士として森岡藩に仕えた家系で六高は百六十国であった。影響は陸大一期を主席卒業したが中条止まりであった。その理由として森岡藩が母親戦争で明治政府と戦ったためや当時は薩長派閥が幅を利かせていたためなどが言われている。また一説にはドイツ留学時に来訪した。 山形有友に反発の弊害を抗議し、山形の怒りを買ったことが原因とされる。これは、影響が参謀本部第四部長時代に書いた大本営幕僚として、日清戦争に参加した経験に基づいて作成した、核壁長談が、後に山形有友らから睨まれる原因を成したものであるという。この指摘によれば、影響が執筆せる。 日清戦士の忌還なき記述は山形有友の意味ところとなり、大祭をシンブルを得ず。や、影響は日清戦士についても独自の論を展開したが、その大胆な筆致は、殺懲罰の総帥だった山形有友を刺激したという。なお中条で予備役となった直接の理由であるが、近年の研究では、日露戦争の時に犯した作戦ミスが原因の一つとされている。 陸大一期の同期生で、旅団長として出生したのは、影響の他に、秋山義古と山口慶三がいたが、山口は免職となり、影響は左遷となった。1904年6月に、外兵攻撃と連動して起きた分励水の戦闘で、消極策を取り独断戦工気味に兵を引いたという、蔡、師団司令部と対立したと言われている。ついで7月の卓木城の戦闘において、 不評第三旅団長の影響は攻撃の要であったにもかかわらず、師団長、河村景明に野手を命じられた時、状況を判断して野襲を行わなかったが、その原因は偵察不足であった。そのために、ロシア軍が無傷で撤収し、別の師団が敵軍を包囲する事態となり河村のメンツが潰されたからであるという。この失敗により、影響は、 計画書に通じてはいたが実戦向きではなく、作戦失敗を招き、実兵式能力不足という評価が下され、不評第8旅団長を解任されて、留守コの絵不評、第2旅団長に左遷された。そのため影響は、陸軍でのキャリアが、出世が、遅れ、大将になれなかったのは、長州罰に睨まれたことが、原因と恨んでいた。一方で、畑育彦は、影響が、 日露戦争で戦意不足として旅団長を解任されたことを踏まえ、ですからよく名誉中将まで慣れたものですと評している。予備役返入後はもっぱら戦術の研究に打ち込み著述業に従事した。影響は自身の挫折した夢を息子の英気に託した。秀樹を一流の軍人として育て常日頃から軍人の心構えを解いて聞かせた。大正元年12月。 秀樹は、見事父の期待に応え、3回目の挑戦で、陸軍大学校に合格した。妻は、東条千歳。息子として1880年に生まれた、長男秀で1882年に生まれた、次男英実は、溶接、実質的に三男の秀樹が長男として育てられる。他に3人の息子、娘がいたが、秀樹の弟のうち、ことぶきは、 川崎航空機で航空技術者として活躍し、戦後に秀樹から遺言書を渡されるなど交流があった。孫に、東条秀高、東条照を、東条俊夫、東条三江、東条薪江だ、東条幸江、東条君江、早々に東条優子がいる。ありがとうございます。